ガーシー。ガーシー。懲罰委員会らしいぞ。なんかドバイから帰ってこいって言われて、帰ってきてみたら、懲罰、どういうこっちゃ。全然国会に来ないから、どうなってんだってか呼び出しがあって、国会に出てみたら、国会に出んでよろしい。一体どういうこっちゃ。だいたいガーシーはね、海外から日本を見る。日本の闇を追求するという公約をもとに当選してるんだ。逆に日本に戻ってきたら、おいおいガーシー、戻ってこない約束じゃないかっていうふうに、投票した有権者に怒られちゃうじゃないか。なんかね、ガーシーが人気だからってね、妬むんじゃないよ、他のしょぼい国会議員。もうね、ガーシーみたいな人間に頼らなければ、日本の闇は叩けないよ。どうして、こんな風になってしまったかよく考えろよ。ガーシーなんてやつがなんで国会議員やってるんだ。そういう疑問を持つやつも多いだろうけど。じゃあ、他の国会議員がまともにやってるかって言うんだよ。まともにやってればガーシーがしゃしゃり出てくることなかっただろう。俺たちもガーシーに投票しなくてよかったんだよ。まともじゃない国会議員が何？ゴミ袋有料化？くだらないことやってんじゃないよ。太陽光だとか？なんかくだらないことすんなって。だからだろガーシーが。必要になってきたの。ガーシーの暴露が。何が脅迫だよ。なら、YouTube で自分のアカウントで喋ってるだけじゃないか。それをわざわざ見に行って、ビビったからって言って脅迫だとか言って、どういうことだ。おかしいじゃないか。な、恐ろしいんだったら見に行くなってんの。週刊文春に書いてあることが気に入らないんだったら、読まなきゃいいだろうが。何言ってんの。もう大体な、YouTube で、ペラ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 喋るの自由だろう。俺だって相当批判してるよ。なんで俺のとこには脅迫とか来ないんだよ。何やってんだよ。ちょっと有名になったやつがいるからってネタなんじゃないよ。大体、国会議員の評価ってのは任期を通じてトータルで評価されるなんてよく言ってたじゃないか。当選して半年の新人議員がね、やったことを集中抗議してる場合かって。6年間の任期を通じて、ああ、国会議員やらしてよかったな、こいつはダメだな、っていうのは、次の選挙で有権者が決めるんでしょうが。このまんま、懲罰委員会、排除命令、何、除名処分？結局、くだらない自分たちをお互いにかばい合うような、くだらないくだらないくだらない国会議員がお互いかばい合って、同じようなメンツで、同じような年寄りが、この国固めるようになるじゃないか。もっともっとね、異端な人間を送り込んで、次の時代の常識を掴み取っていかないと。もうね、高齢者の国会議員をね、やめてくれ。本当に。くだらないから。もうせめて国会議員をね、ロスジェネで埋め尽くしてくれ。まさにガーシー、ロスジェネ議員じゃないか。何言ってんの？団塊世代はもういいから。甘利ももういいから。ね、麻生、一番もういいから。もう、どうせ麻生をね、国会議員するんだったら、麻生ドクターを据えてくれよ。麻生ドクターの方がまだ大好きだよ。どうなってんだろうね。なんとかしてくれよ。ガーシー、ホリエモンの二の舞にならないように、三崎優太の二の舞にならないように、三の舞か。ガーシーはね、これからも国会議員として、この国の国会議員をめくってほしいな。